私は怒っています。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エビニアカタ、シアミニミルでございます。はい、ということで、そうなんです、私は今怒っています。まあね、タイトルにもある通りなんですけども、そうです、私はね、ちょっと、まあ、マックス村井さんにね怒ってるんですよ。まあちょっとこれをね、ちょっとこの動画で言うのはちょっとあれかなと思っちゃったんですよね、正直。だけどこの動画も正直ね、出すかもめちゃめちゃ迷いました。はい、出したらやばいんじゃないかなと思ったんですけども、ちょっとやっぱね、一言言わせてください。はい、ということで、まあね、ちょっとここ最近でもあるんですよ、ここ最近の悩みというのもね、まあ日頃の悩みですよ。まあそれを言うとね、まあ簡単に言うとね、例えばね、まあ、僕今ねこう動画出してるじゃないですか。まあ正直僕はまだ全然、まあ下の方ですよね、まあ YouTube のね、今 YouTuber としてのね、まあレベルとしてはね低い方ですけども、まあ僕もね、もう何も動画出してきてますよ、いろいろと。まあいろいろ考えてね、自分でね出してきてますけど、全然ねその努力に見合わない結果なんですね。まだ僕がダメなんでしょうけど、まだまだね、全然そうなんですけど、そうなんですけど、なんとかこうね再生数伸ばしたいんですけどね、なぜかなと、どうしたらいいかなと、もっとこう考えないといけないのかなと。まあまあそれはいいですよ、まあそれはまあ別にいいんですけど、まあ僕が頑張ればの話なんですけども、それはいいですよ、別に今回はそれじゃないんで。まあじゃあもう早速ね、もう言いますよ本題ね。まあね、それを思ったきっかけっていうのはですね、それはですね、遡ること正月でございます。はい、まあ、その時ね、私実家に帰っておりまして、私が使っているスマホ、まあ、ここにあるんですけど、これね、これ僕のスマホですよ。で、皆さんスマホといえばまず何をつけますか？はい、まあね、まあ例えばスマホケースだったりいろいろあると思いますけど、やっぱりね、この前の画面シール、まあ、要するに、まあ、ガラスフィルムだとか、やっぱフィルムは大事じゃないですか、携帯をね、守る上で。やっぱりさ、iPhone とか高いからさ、やっぱちゃんとそういうの買っておくと便利じゃん。やべっと思ってみたら、まあ、これじゃないですよ。これじゃないですけど、前の使ってたのはガラスフィルムだったんですよね。まあ多分皆さんも持ってると思います、ガラスフィルムで。結構頑丈ですよ、結構な頑丈だったんですけど、放射状にねバーッとひびが入って、でまあ結局ね、まあ変えたんです、正月に。で今までずっとガラスフィルムを使ってて、今度ちょっと変えたいと思って、まあ僕ね、まあ、ゲーム実況とかも上げてるんですけど、まあゲームするんですよ、携帯のゲームとかね。やっぱゲームってね、まあ、特にパズルはそうですけど、やっぱパズルゲーなので、やっぱ画面がね、ガラスフィルムだとツルツルしないんですよ。特に僕ね、こう脂っこいんで、脂っこいっておかしいけど、手がね結構ベトつく方なんで、こうやっぱね、特に夏とかはこう汗がせ、もうさ、手にさ汗がすごい時あるじゃん。だわね、経験したことある方は分かると思うんですけど、僕すごいんですよ夏とかは。だけどガラスだとね、うまくねこう動けないんですよね。わかります？これ。わかります、わかると思いますけど、そうなんですよ、もうすごいんですよ。でちょっとこれじゃあできないなと、ゲームがね、できないなと思って、僕あるものを見つけたんですよね。はい、それがマックス村井の、アンチグレアフィルムというのをですね、私買ったんですよ、これね。これ買ったんですけど、でまあね、その商品はね、要するにパズドラ用とかゲーム用ですよ。まあ、ツルツルなんです、ほんとね、あの反射防止でツルツルで、しかも丈夫だっていうのだったんですけど、これがね、なんかね、ちょっとなと思ったんですよ。それがですね、はい、これがね、私のスマホなんですけど、今ね、貼ってるんですけど、ここよく見て、この上の部分、よーく見てください、ここ。ずれてるでしょ？そうなんですよ。これずれてるんですけど、まあ私これ貼ったんですけど、実際にね、まあね、まず工程が結構大変なんですよ。普通のね、こうフィルムを貼る作業と若干違ってですね、まあ要するに失敗してもいいようにやっぱこう調整できるようになってるんですけど、いくらね
まあ、要するにスマホってさ、まあ、この iPhone はそうですけど、やっぱこの上とさ、この上とさ、この下、この下をやっぱ合わせたじゃないですか。このね、こうなってるこのデコボコ部分に合わせてじゃん、合わせてさ、みんなするじゃん、貼るじゃん、ガラスフィルムを。まあこれはまあ普通のフィルムですけど、合わないんですよ、全然合わないんですよ。まあ多分まあね、僕のがそうだったかもしれません、それは分かりませんけど、まあね、全部が全部とは言いませんけど、まあ僕のがたまたまこう運悪くね、そういうのが届いちゃったんかもしれませんけども、まあね、こう上に合わせるじゃん、上に合わせると下がずれる、下に合わせると今度上がずれる、で今度ここを合わせようとすると今度横あるじゃん、ここ横横横、ここね、横にまあ大体合わせるじゃん、この黒い線にさ沿って横画面、この横の部分よ、これもね合わないのよ。もうどう貼ればいいか分かんないよね。ね、でですよ、まあそういうのがあって、まあ今貼ってますけど、まあここ僕ので言ったらですよ、まあこの上の部分もずれてるんですけど、もう一個言いたいのはね、ほらここひび入ってるでしょ、すごいんですよ。で、まあこれはね、何かと言いますと、僕ね、まあ、パズドラとかをね、試すときは、スーペン使うんですよ。皆さん知ってる方は分かると思いますけど、スーペンってあるんですよね。まあ、タッチペンみたいなもんですよ。で、それを使ってて、たまたま、僕の家には机の上にそのスーペンがあって、たまたまその地面にね、そんな高くないですよ。まあ、そんな、まあ、って言ってもそんなんですよ。で、スーペンが、まあ、机の上にあってて、たまたまその下にね、スマホを置いてたんですよ。で、まあ衝撃なんか知りませんけど、落ちて、その要するに落下で入っちゃったんですよね。はい。でもですよ、でも、そんなに、ね、バン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 やったわけじゃないんですけど、もうすごくないこれ、ほら。ね、2つも傷入ってるんですよ。まあまあ確かに、まあ、僕がね、そこにスマホを置いてたのが悪いかもしれませんけど、それで、破けると、壊れると、耐久性はないんですかと、これはちょっとね疑いましたよ。まあちょっとまあたま信じたいけどね、まあ僕の方がちょっと悪かったって思いたいですけど、ちょっとね、僕が今まで買ってきた中ではね、納得いってないって感じかな。はい、僕は今まで買ってきたのが、まあ、そこまで高くないので、まあ、今回フィルムだったので、ちょっとヒヤヒヤしましたね。はい、わざわざ高いお金をね、出してまで買ってるんですよ。で、まあ、フィルムは買っては、買ったら買ったらで、貼ったら合わないわ。で、耐久性には問題があるわ。ちょっとね、これはあかんなと、僕的に思ったので、まあ僕はね、まあ、マックス村井さんというよりも、まあそのマックス村井さんが作っているそのね、フィルムにちょっとね、どうなのかなっていうふうに、ちょっと思ったので、今回はまあこの動画にしたわけなんですけども、まあちょっとまあ結構長々話しちゃったんですけども、まあ多分この動画もね、まあ、そんな伸びないと思ってますよ、僕的には。もう多分予想つきますよ、多分。まあ多分ね、そんなね、見てくれないと思いますけど、もしかしたらね、もしかしたら、まあ、ちょっと、ちょっと伸びちゃってね、伸びちゃって、マックスの愛さまで、伝わっちゃって、ちょっともしかしたらね、共演 NG じゃないですけど、なんかそうなっちゃうとちょっと嫌だなと思ったんですけど、ちょっとこれだけはね、言わせてください。はい、まあね、だから、まだまだ売れてない YouTuber としてやってるからこそ言えることですよ。売れてたらそんなこと言いませんので、というかそんなこと言えないですから、ね、言えないですから、誰も見てくれないからこそ、ちょっとこの動画でね、こっそりね、愚痴というかね、ちょっと不満をね、言わせていただきました。はい。まあ、いや、そこまで広めないでくださいね。あそこまで広めないでください。はい、まあ、僕がたまたま、今回は悪かったっていうのかなと思います。はい、はい、はい、そうします。はい。はい、ということで。私が思ったね、不満を言わせていただきました。
まあね、ちょっと正月から、まあそこまで僕もね、うわーみたいな、もうブチ切れ装備、そこまではないので、心配しないでください。そこまで思ってないので、まあおそらくね、スマホには傷入ってないと思うんですけど、ちょっとね、怖いなと思いました。はい、で、もう実はね、私、もう新たな、ガラスフィルムを買いました。はい。戻りました。はい。ということで、まあ、改めてね、あとどこかで、ちょっとこれは貼り直そうと思っておりますので、今回もご視聴してくれた皆様、どうもありがとうございました。ちょっと今回はね、ちょっとした愚痴をね、ちょっと皆さんに聞いてもらいましたけど、まあ、もう一回言いますけども、別にそんな切れてないってことです。私としてはそんなに切れておりません。まあ、ちょっとね、どうなのかなと、どうなのって思っただけです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。これちょっと言っちゃって大丈夫かな。ちょっと怖いわ。